ZIP コード利用を推奨する1963年の郵便公社の掲示物 ZIP コードはアメリカ合衆国郵便公社が使用する郵便番号制度である。ZIP という文字はゾーンインプルーブメントプランの当時語で正式には大文字で書くが同時に高速で物が移動する動作やその音を表現する英単語 ZIP とかけて差出人が 住所に郵便番号を用いることで郵便がより、能率的に、従って、より速やかに届けられることを示すために選ばれた。基本的な形式は、5つの数字からなっている。拡張 ZIP プラス4コードは、5桁の ZIP コードに、ハイフンと追加の4桁の数字が加わるもので、基本の ZIP コードを単独で用いるよりも、詳細な場所を指定することができる。 ZIP コードという言葉は当初郵便公社によりサービスマークとして登録されていたが現在では登録期限満了となっている。ZIP コードを使うオーシールは ZIP コード利用を促進するのにも用いられた。アメリカ合衆国郵政省は1943年に広域都市に郵便区画を実施した。例えばこうなる。 ミスター・ジョン・スミス3256エピフィナ・マネル、アベニュー・ミネアポリス16、ミネソタ16は、ミネアポリス市における、郵便区画の番号である。1960年代初頭までにさらに多くの、一般的な体制が必要となり、1963年7月1日、強制力を伴わない ZIP コードが、全国に告知された。郵便局の従業員であった。 ロバート・ムーンは ZIP コードの父とみなされている。彼は郵便観察官であった1944年に提案を行った。ムーンは ZIP コードの先頭3桁のみデザインを任され、それは、おののが郵便集中局に対応するよう作られた。つまり、SCF はこうした3桁の数字で表現される中央、郵便処理機関である。 SCF は ZIP コードの最初の数字3つのついた郵便局すべてに郵便を分配している。郵便は ZIP コードの最後の数字2つによって分配し、早朝に対応する郵便局に送られる。集中局では郵便は配達せず、一般には公開されず、ほとんどの労働者は夜間勤務で雇われている。郵便局で回収した郵便は午後に 地域の SCF に送られ、そこで郵便は夜間に分配される。広域都市の場合、最後の数字率は以前の郵便区域番号と符号していて、したがってこうなる。ミスター・ジョン・スミス3256エピフィナマネル、アベニュー・ミネアポリス、ミネソタ55416967年。こうした数字は、第2種郵便と第3種郵便に義務付けられ、この制度は、 まもなく広く採用された。アメリカ合衆国有政省は、ZIP コード利用を広めるのに、ミスター z i p というキャラクターを利用した。一束の切手に、ZIP コードを使おう、というような標語とともに印刷されることも珍しく、なかった。1983年、アメリカ合衆国有便公社は、プラスフォーコードとか、アドオンコード、アドオンと呼ぶことも、珍しくない。 ZIP プラス4と呼ぶ拡張 ZIP コード制度を使用し始めた。郵便公社のサイトでは ZIP コード検索サービスが用意されており、広角文字認識に最も適した住所形式がそれでわかるようになっている。ZIP プラス4コードは5桁の配達区域内の住所地域を区別するため、基本の5桁のコードに4桁の数字を加えたものである。具体的には、 外区、アパート群、大量に郵便を受け取る施設、その他郵便物の収穫と配送を効率的に行えるよう何らかの標識が望ましいとみなされたものが該当する。新しい形式を広く用いようとする当初の試みは、広範な抵抗にあい、現在、ZIP プラス4コードは必須とはされていない。通常、区分機によって、 郵便物の宛名書きから正しい ZIP プラス4コードがほぼ即座に判定され、場合によってはさらに詳細なデリバリーポイントとともに、11桁のポストネットバーコードが郵便物の表面にスプレーされる。支所箱には一般的な決まりとして、それぞれの支所箱に独自の ZIP プラス4コードが付いている。アドオンコードは次のものの一つであることが珍しくない。 支所箱番号の最後の数字4つの場合、0に支所箱番号の最後の数字3つの場合、あるいは支所箱番号の数字が4つ未満の場合は、数字が4つになるように十分な個数の0を付ける。しかし、定型の決まりがないので、ZIP プラス4コードは支所箱ごとに調べなければならない。郵便局長宛ての郵便物には、アドオンコード9998を、 郵便局止めには9999 99を、料金受取人払いには別の大きい数字を使用するのが一般的である。独自の ZIP コードの場合、アドオンコードは通常0001である。文字に9桁の ZIP コード、33701から4313の郵便用ーバーコードを付した住所の 0ZIP コードはしばしばポストネットと呼ばれる。 バーコードに変換され、機械による自動仕分けがしやすいように郵便物に印刷される。一般的なバーコード書式は幅の広いバーと狭いバーの組み合わせからなるが、ポストネットは長いバーと短いバーの組み合わせが使われている。このバーコードは差し出し人がワードパーフィクトやマイクロソフトワードなど、この機能に対応したワープロソフトを用いて印刷することができ。 あるいは郵便物を郵便局で処理する際に付されることもある。郵便局では必要に応じて人手によって住所を読まなければならないこともあるにせよ、基本的に OCR 技術を用いて処理する。料金別の割引郵便を送る人が自分でバーコードを印刷しておくと郵便料金の割引を受けることができる。ただし、これは単なるバーコード表記で済む話ではない。 送り先リストは最新の CAS に認定されたソフトウェア、すなわち完全な正しい ZIP プラス4コードと正確な送り先を表す2桁の追加分を付加するものによって標準化されていることが求められる。さらに郵便物は一定の形式に従っていなければな、このようなステップは通常、ペイブに認定されたソフトウェアによって処理される。ソフトウェアは バーコード入りの住所ラベルと袋やトレイにつけるバーコード入りタグの印刷も行う。これは国内どこであれ着信可能なすべての場所は12桁の固有番号を持つことを意味する。デリバリーポイントの桁は住所の1番目、2番目の数字から計算される。合衆国有便公社はキャステクニカルガイドという文書でデリバリーポイントの計算ルールを公開している。 最後の桁は常にジェット。これは桁数が5桁、9桁、11桁いずれであれ、すべての桁を合計し、それを10で割った常用を10から引いた数である。ソフトウェアは、1000億1000千万1007千、といったデータを12ポイントのポストネットフォントで印刷するだけよく、それで有効なバーコードが出来上がる。スラッシュは、開始、終了文字へ変換され、各桁は、 それぞれ2本の挑戦と3本の単戦の組み合わせへ変換される。料金、受取人払いの郵便物の場合、主にフィムコードが表裏判定に使われる。なぜなら、一般に切手や郵便料金別納お章は、蛍光インクを含んでいないからだ。さらに、フィムコードが A もしくは C の場合、それは、ポストネットバーコードがあることを意味するので、郵便物は、 区分機を飛び越えて、バーコードを読み取り機へ直行できる。このため、切って、郵便料金別納証付きの差出し人払い、料金先払いの郵便物であっても、それらは、ポストネットバーコードがあることを示すため、通常フィムコードが付けられている。フィム d バーコードは、オンラインで支払いが行われたことを示すために使われる。詳細は、ZIP コードプリフィックスを、 参照 ZIP コードの1桁目は合衆国の州のグループを表し、2.3桁目はそのグループ内での区域を表し、4.5桁目はその区域内での配達先住所のグループを表す。区域内の主要都市と言えるものがある場合、その区域の先頭番号が割り当てられることが多い。以降の番号はアルファベット順に応じて割り当てられることが多い。ZIP コードは 法律的な配達を目的とするものなので、州をまたぐような例外的ケースが存在する。例えば複数の州にわたる軍の施設や、隣の州からの方が、帰って配達しやすいような地域がそうである。一般的に、戦闘の3桁はその区域の郵便集中局を表している。3桁の数字を複数持つ郵便集中局もある。例えば、 メリーフィールドにあるノースバージニア郵便集中局は220、221、222、223という数字を持っている。郵便集中局によっては、隣の州の一部を受け持つものもあり、大概それは、郵便集中局を置くのに適した場所がその地域にない、ことによる。例えば、オクラホマ州にある739という番号は、カンザス州リベラルに割り当てられている。 他、アリゾナ州の865は、ニューメキシコ州ギャラップに、カリフォルニア州の961は、ネバダ州リノに割り当てられている。地理的に見ると、ZIP コード順の先頭近く、例で始まる番号の多くは、ニューイングランド区域にある。例で始まる区域は他に、ニュージャージー、プエルトリコ、アメリカ用、バージン諸島、ヨーロッパ勤務職員用の軍事郵便アドレス。 アフリカ、南西アジアがある。なお、軍事郵便アドレスは合衆国の外交関連施設、領事館でも使われる。最も小さい ZIP 番号は、ニューヨーク州、ホルツビルにある00501で、そこにある内国採入庁の専用番号である。それ以外の小さい番号としては、プエルトリコのアゲンタスが持つ00601、マサチューセッツ州、アガワムの01001、同じく、 アマーストの01002がある。2001年までは00501より、下、00201から00215の範囲に6桁の ZIP コードがあった。これは、ニューハンプシャー州ポーツマスにあたり、移民多様化ビザ抽選プログラムで国外からの応募を受け付けるために使われていた。番号は、東海岸を南へ下るほど大きくなっていく。すなわち、02115。 2万8、3万303,3万千1 3 0という具合である。以降の番号は、ミシシッピ川の東側を、正常、北上し、川の西岸を南下し、太平洋岸を北上するにつれ大きくなっていく。例えば4万20 202,5万309,6万6百1 7万7063,8万202,9万4111。 98,101、そして最大の番号99,950という具合である。ZIP コードの1桁目は次のように割り当てられている。次の2、3桁目は郵便集中局を表し、4、5桁目は外区、村、町を表す。ほとんどの ZIP コードは地理的根拠に基づき割り振られているが、その番号自体が 地理的領域を表現しているとは言えない。番号は一般に住所グループや配送ルートを意味する。結果的に ZIP コードの領域はオーバーラップしたり別の領域のもとに付け加えられたり、地理的条件抜きで人為的に割り当てられることもある。同様に決まった配達ルートがないような田舎、郵便物の配達自体ないような未開地では、 ZIP コードが割り当てられなかったり、割り当てられてもまばらかつ円距離の配達ルートに割り当てられる。この場合、ZIP コード間の境界は曖昧なままと言える。例えば、ワシントン DC 及びその周辺の政府関連施設は、それが DC 外にあっても2200から2599という DC の ZIP コードが割り当てられている。また、 ホワイトハウスは2万6の区域にあるが2万500が割り当てられている。メリーランド州ロックビルにあるアメリカ合衆国原子力規制委員会は2万852の区域にあるがワシントン DC2 万555が割り当てられている。米国特許商標庁はかつて2万2202の区域であるバージニア州クリスタルシティにありながらワシントン DC 2231を割り当てられていたが、バージニア州アレクサンドリアに移転した後は、22313から1450という ZIP プラス4コードを使っている。似た例として、連邦認可独立機関であるメトロポリタンワシントン空港局は、その住所の1アビエーションサークルがバージニア州アーリントン郡にありながら、ZIP コードは21から6000である。に、 州の他の地域とは異なった ZIP コードを割り当てられる地域がある。言い換えれば、宗教をまたがる ZIP コードがある。一般的にそういった地域は、あまりに偏僻なため他の州の郵便集中局の方がアクセスしやすいのである。以下の例がある。おおよそ特定の都市用に割り当てられた ZIP コード、編集一つの宛先住所に ZIP コードと、 都市名が書かれているからといって、その住所がその都市内にあるとは限らない。郵便公社は各 ZIP コードに標準地名を一つだけ割り当てる。これはその区域に実際ある行政区分としての町や市だったり、大都市や行政区分でない国勢調査指定地域の一部分だったりする。それらのいずれであれ、ZIP コードには有効とみなしうる。 追加の地名が割り当てられることがある。他の地名は無効とみなされ、それらを使った場合は配送が遅れることもある。標準地名は一般にそこの区域内にある実際の市や町である。しかし ZIP コードが導入されてから行政区分となった都市の多くは、実際の都市名は単に有効地名として扱われるだけであり、その ZIP コードの標準地名ではない。 多くのデータベースは ZIP コードに標準地名を自動的に割り付け、有効地名は無視される。例えば、コロラド州センテニアルの ZIP コードは、オーロラ、エングルート、リトルトンが標準地名となる7種類の ZIP コードの集まりである。したがって合衆国郵便公社から見ると、センテニアルなる都市は存在しない、それはオーロラ、エングルート、 リトルトンそれぞれの一部なのである。ZIP コード体系において、センテニアルの住所は、その3都市のもとに位置づけられる。したがって、それら7種いずれかの ZIP コードとともに、センテニアルを指定することは有効であるので、共有された ZIP コードのうちのどれかを使う。限り、オーロラ、エングルート、リトルトンに実際にある住所に、センテニアルと書くことは可能である。 センテニアルの例のように、ZIP コードの境界が複数の都市にわたる場合、通常 ZIP コードに有効地名が付け加えられる。しかし多くの場合、その ZIP コード内の住所の多くが別の都市にあったとしても、標準地名だけが使われる。例えば、アリゾナ州スコッツデールに割り当てられた ZIP コード85,254が受け持つ地域の 約85%は実際のところ隣のフェニックス市内にある。これはその地域を受け持つ郵便局がスコッツデールにあるからである。このことはその ZIP コード地域の住人にとってたとえ実際はフェニックスに住んでいたとしてもあたかもスコッツデールに住んでいるかのような感覚を与えることもある。スコッツデールのウェブサイトは同市の長所と短所を挙げているが 85,254という ZIP コードは長所とされている。なぜなら、スコッツデールという名前が市外にある事業でも使われることになるからだ。この結果、実際に住んでいる都市とは別の名前を住所として使わなければならない人たちがいる。例えば、ハリス郡とフォートベンド郡の一部であり、ヒューストン郊外にあたるテキサス州ミズーリシティがそうである。 そのハリス郡にあたる地域は、ZIP コード77,071の地域であり、そこでは、ミズーリーシティでなくヒューストンを都市名にしなければならない。ヒューストン地域のごく一部は、ZIP コード77,489のホートベンド郡にあり、そこの住人はたとえ、ヒューストン市内といえども、ミズーリーシティを都市名に使わなければならない。ある、 ヒューストンの元市長と市会議員は、住所がミズーリシティだという理由から、ホートベンド郡居住者であり、ヒューストン市民ではないと告発された。この現象は合衆国のあちこちで見られる。前述のエングルートは1960年代までに形成された郊外地域である。その郵便局は、現在急速に発展したデンバーメトロポリタン地域南部を受け持っていたため、 その地域の ZIP コードには標準地名としてエングルートが割り当てられている。デンバーの商業地域に劣らない大きな経済活動がここで行われるようになり、そのオフィス地域には世界的に知られた多くの会社の本社が置かれるようになった。それらの会社は住所としてエングルートを使っているが、それは ZIP コードの標準地名として使っているのであり。 実際は別の都市に会社は存在する。その結果、まさに2種類のエングルートが存在することになる。すなわち、多数の労働者階級が居住する、小さな地域としての実際の市、そして何マイルも離れ、高所得者層の住まいとオフィス街がある広い、郊外地域としてのエングルートである。校舎は、エングルートの市とは、無関係なのだが、単に、 ZIP コードが同じという理由でその名を分け合っている。エングルートに居住、キングし、そこへの強い貴族意識を口にする人であっても、文字通りの死には行ったことがないかもしれない。インディアナ州では、町とそれに割り当てられた ZIP コードは通常一致する。なぜなら、ほぼ全てのインディアナ州の小さな町の郵便局はその地域で配達ルートを受け持っているからだ。 有効地名は多くの市民が実際に住んでいる自治体よりは特に都市部へ強く帰属意識を持っている軍でも意味を持つ。例えばペンシルベニア州アレゲニー軍には130の自治体があるが軍の住人の多くさらに隣の軍の住人の一部はその住所としてピッツバーグを使っている。同様にカリフォルニア州ハリウッドは実際はロサンゼルス地区の一部であり。 自治体でも国勢調査指定地域でもないのだが、ZIP コード928の有効地名となっている。多くの ZIP コードは村、国勢調査指定地域、都市の一部、その他の自治体以外のものにつけられている。例えば、ZIP コード03750はニューハンプシャー州エトナのものだが、エトナは都市でも町でもない。実際は、 ZIP コード0375を割り当てられた町で、あるハノーバーの位置区域である。別の例として、ZIP コード08043は、ニュージャージー州カークウッドの国勢調査指定地域にあたるが、実際は、ボールヒーズ全体に相当する。これは、ニューヨーク州ラグレーエンジンにも当てはまることで、その地域の一部は、隣のポキプシーが元となっている。 ZIP コード12603が割り当てられている。ラグレンジの他の地域はラグレンジビルの郵便局が受け持っている。ラグレンジビル自体は町ではないのだがラグレンジの位置区域とされている。ZIP コード19090が割り当てられているペンシルベニア州ウィロームローブはアッパーモアランドとアビントンの境にまたがる村であり、その郵便局は アッパーダブリンの国一部をも受け持っている。インディアナ州アームストロングは自治体としての町ではないのだが、バンダーバーグ郡の他の地区の ZIP コードが477で始まるのとは異なり、ZIP コード47617を使い、住所もアームストロング、インディアナとなっている。さらに、自治体でない地名が自治体である地名と ZIP コードを共有することもある。 例えば、ニュージャージー州ウェストウィンザーは、ほとんどの郵便データベースで、プリンストンジャンクションとして、通常表示されるが、プリンストンジャンクションは、町などでは、全くない。実際は、ウェストウィンザーにある、国勢調査指定地域なのである。ZIP コード用に指定された地名は、そこでの、事実上の地名になるため、そこ以外の都市や町が、本当の住所だということを、住人や、 事業者に納得させることは難しい。このことがもたらす、同一性の欠如や混乱を避けるため、カリフォルニア州、シグナルヒルなどいくつかの都市では、ZIP コードの標準地名になれるよう、郵便公社に請願して、ZIP コードの境界を変更したり、ZIP コードを新規に設定したりしている。この混乱は、地方自治体にとって、財政的な影響をもたらすこともある。 なぜなら郵便物の流通量は国勢調査局が10年おきの統計調査で人口動態を推定するために使う指標の一つだからだ。ZIP コードの標準地名ではないが有効地名になっている地域の地方公務員の中には自分たちの地名を使うよう住人に勧める者も,もいる。なぜなら統計で人口を低く見積もられたら人口に応じて交付される州及び 連邦の基金が減らされてしまうからである。最も典型的な例は、標準地名がセーラムになる、ウィスコンシン州パドックレイクである。パドックレイクは、セーラムうちの自治体となる村だが、セーラムの非自治体地域以上の人口を抱えている。また、同じく、セーラムの一部である、シルバーレイクも、規模や立場が、パドックレイクと同様であり、 また自身の ZIP コードと郵便局を持っているため、さらにややこしいことになっている。別の例として、ラジオ放送局が放送地域免許をサンディスプリングスへ変更することを連邦通信委員会が認めなかったというものがある。これはサンディスプリングスが州で7番目の人口を抱えるとはいえ、シティではないというのが主な理由だった。連邦通信委員会は、 当地の地元企業が宛名にアトランタを使っている点を指摘したがサンディスプリングズが自治体となった後もまだ郵便公社は ZIP コード3328の地名にアトランタを使うよう促している現在でもアトランタは無論サンディスプリングズ市外のどこも3328を使っていないにもかかわらずサンディスプリングズは有効地名に過ぎない この ZIP コードはまさにサンディスプリングズの中央郵便局の支所箱にのみ使われているのである。ZIP コードに関連付けられた地名は軍の境界を考慮していないため住所名が軍内の道路を基準に付けられている場合問題が起こる。例えば3339を持つバイニングスはジョージア州部軍の南東にあるため全ての住所にそれを示す SE。 がつけられ、軍内の座標に応じて番地が付けられている。しかし、郵便公社は地名に、アトランタを使うよう定めているため、バイニングスは、実際には、アトランタ都市圏の北西にあるにもかかわらず、その住所はあたかも反対の南東にあるかのように見える。ZIP コードの分割と再配置、編集電話番号の割り当て同様、ZIP コードは分割されたり変更される場合があり、 それは特に地域が田園地帯から住宅地へと発展した際に見られる。通常、新しい番号は工事と同時に有効となり、有料期間が設定され、その間は新旧の番号が併用される。これにより、該当地域に住所を持つ者は関係者への周知や新しい事務用品の注文などを行える。さらに極端な場合、急速に発展している地域では、 新しい郵便集中局が必要になることもあり、その場合はそれ以上に、戦闘3桁の ZIP コードを1個または複数用意しなければならない。この割り当てには様々なやり方がある。例えば、バージニア州ガレス国際空港に郵便集中局が新設された際は、その先頭3桁として201が割り当てられた。それゆえ、 その郵便集中局が受け持つことになったすべての郵便局は220または221で始まる以前の番号から201で始まる新しい番号へ ZIP コードが変更された。一方、メリーランド州モンゴメリー軍を受け持つ郵便集中局が新設された際は新しい3桁の割り当てはなかった。代わりにそれまで アルファベット順に割り当てられていた207と208の ZIP コードが再整理され、軍内の 207XX の ZIP コードが 208XX に変更され、軍外の 208XX の ZIP コードが 207XX に変更された。シルバースプリングは自身で209という番号を持っていたため、上記の再整理を シルバースプリングにも適用する必要はなかった。代わりに ZIP コード 209XX 宛てのべての郵便物は単に新しい郵便集中局へ送られるようになっただけである。郵便の受け持ち境界線の引き直しに伴って ZIP コードが変更されることもある。例えば、モンゴメリー軍で蒸気の変更がなされたのと同時に、 ワシントン DC 市長のマリオンバリーの要請もあり、合衆国郵便公社は DC とメリーランド州間の受け持ち境界線を実際の宗教に合うよう引き直した。それ以前はベセスダやタコマパークなど中心よりの多くの地域の郵便はワシントン DC 側が受け持っていた。この変更に伴いメリーランド州で戦闘が200から始まる ZIP コードはその位置に応じて 207, 208, 209 20いずれかで、始まる、新しいものに変更され、DC とメリーランド州の境をまたいでいた、ZIP コードは分離されることになった。例えば、ベセスダの2014は2814になり、メリーランド州の一部である、タコマパークの2012は2912になった。ZIP コードには次の4種別がある。すなわち、専用。 死書箱用、軍用、標準、である。専用 ZIP コードの例としては、特定の政府機関、大学、非常に多くの郵便物を受け取る事業者や施設が、挙げられる。例えば、コロラド州プエブロにある総合サービス局、連邦市民情報センターは8万1009を、アトランタのベルサウス社は3万385を、アナポリス海軍兵学校の士官候補制領である。 バンクロフトホールは2万1412を持っている。支所箱専用の例としては、バージニア州アレクサンドリアの中央郵便局にある特許商標庁用支所箱の2万2313がある。その郵便局周辺の地域では、個人用、事業者用とも ZIP コード2万2314が使われており、それが標準 ZIP コードに当たる。 上の区別はニュージャージー州プリンストンの ZIP コード割り当てでは次のようになる。フェデックス、UPS、DHL など郵便公社以外の配達サービスも内部での周配を最適化するために ZIP コードを必要としている。これによって利用者は目的地の空港の空港コードや終端駅など周配経由地を指定せずに済む。ZIP コードは 郵便物の配送に使われるだけでなく、合衆国の地理的統計情報の集計でも使われる。国勢調査局は一部の ZIP コードの中心圏の緯度と経度を含んだデータを管理している。国勢調査局はすべての ZIP コードについて最新の状態に対応しているわけではない。全データセットは有料で入手できる。ZIP コードは ZIP コードマーケティングと呼ばれるダイレクトメールを使ったキャンペーン活動でしばしば使われる。ポスシステムの販売員は顧客に ZIP コードを尋ねることがある。購買パターン情報は新規事業の土地選定において有用なものであるが、加えて小売業者はこの ZIP コードとクレジットカードの氏名を関連付けディレクトリ情報から 顧客の住所と電話番号を知ることができる。ZIP コードを使ったデータは、リスク管理の地理的条件を分析するためにも使われる。すなわち、保険会社と銀行が行う、いわゆる特定系改築指定のことである。これは、実際は、比較的治安の良い街に住んでいながら、治安の悪い地域が近くにあり、そこと同じ ZIP コードを使っている人々に、 とって、問題となる。ZIP コードは選挙区の識別にも使われる。例えば合衆国会員のウェブサイトには代議士、検索機能があり、ページの左上隅に ZIP コードの入力欄がある。ZIP コードは多くのウェブサイト、特にブリッククリックのサイトで見られるおろし、店舗検索ソフトウェアには不可欠である。 そうしたソフトウェアは利用者が入力した ZIP コードを元にして、通常はその ZIP コードの中心地点から近い順に店舗や事業所の住所一覧を表示する。ZIP コードは合衆国の郵便網に限定されているため、ZIP コードが必須のウェブサイトは国外の顧客を登録できない。セルフ方式のガソリンスタンドやインターネットショッピング、 鉄道駅の券売機において、クレジットカード決済をする際、ZIP コードの入力を求められることがある。これは、カード番号と ZIP コードを、クレジットカード会社の登録データと称号し、本人による利用か確認するためである。そのため、ZIP コードによる本人確認が不可能な海外発行のクレジットカードが使用できない場合がある。 海外発行のクレジットカードをガソリンスタンドで使用する場合は事前に使用する。ポンプを係員に申し出て、あらかじめ指定した量を購入することにより使用することができる。ありがとうございます。